八王子自転車競技場は、かつて存在した、日本の自転車競技場。1964年東京オリンピック開催に、あたり、自転車競技、トラックレースの会場として、当初は、芝浦に新設する案、あるいは、季節の後楽園競輪場を使用する案などが議論、されていたが、1961年、八王子市に3 6トルのロードレース。 周回コースを設けることが決定したため、自転車競技場も同市町傍聴に建設されることが決まった。一周は400メートル、最大関東45度、収容辞任は約4100名で約1億5000万円をかけて、オリンピック開催直前の1964年8月に完成。ただし、東京オリンピックの開催終了後、取り壊しの条件がついた。 仮設競技場だった。現在、跡地は、両南公園やアパート等の住宅地となっている。なお、八王子自転車競技場から、甲州街道へと通じる道路には、鉄パイプなどを組んで3000人を収容できる、仮設スタンドも合わせて建設された。ちなみに、この競技場を走った、主な選手として、1キロメートルタイムトライアル金メダリストとなった。 ベルギーのパトリック・セル・キュ、この大会のスクラッチで、銅メダルを獲得した後、1968年、メキシコシティオリンピック、1972年ミュンヘンオリンピックの、スクラッチ種目連覇を果たすことになるフランスの、ダニエル・モレロン、モレロンとの、名コンビで知られた、同じくフランスのピエール・トランタン、タンデム・スプリントで、五輪連覇を果たした、イタリアのセルジョ・ビアンケット、 イギリスのヒューポーター、デンマークのニールス・フレッド・ボーグラがいる。また主な日本代表選手として、後に、競輪選手として活躍することになる、マダラメ・ヒデオ、川内・ツヨシ、山藤・コウゾーラがいた。参考までに東京オリンピックのロードレースでは、プロ転校後、ツール・ド・フランス、ジロ・でイタリアで、それぞれ5回ずつ、総合優勝を果たすことになる、ベルギーのエディ・メルクスや、 後に、メルクスのライバルとなる、イタリアのフェリーチェジモンディラが参加している。なお、この八王子自転車競技場には、オリンピック選手村の分村も置かれた。分村の施設は、プレハブ作りで総面積は7700平米、内訳は、選手や、役員のための384名分の宿泊場所、一度に120名が、食事を取れるレストラン、などで、 その他に郵便局、電話局、談話室、医務室、利用室なども併設された。これら選手村の分村もオリンピック終了後には解体された。ありがとうございます。